優勝戦1号艇柳生選手です。おはようございます。はい、おはようございます。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ここまでシリーズ6勝を挙げてきました。はい。このエンジンの今のいいところ、長所というのを教えてください。バランス取れて、どの足も中継は十分あると思います。もらった段階からその手応えというのはありました。もらった段階では手応えっていうのはなかったんですけど、プロペラ調整で上向きました。じゃあそのプロペラがしっかりとこううまくいい方向にということですかね、シリーズ通して調整面では。そうですね、はい。まだ今日時間があります。調整面は今日はどうしましょうか。プロペラ調整でいきたいと思います。スタートもバシバシ決まっているようですが、感とかはどうですか。落ち着いてスタートはいけてると思います。このまま優勝戦も落ち着いていきたいです。1号艇です。確認事項ですが、ピット離れの方は問題はないですね。問題ないです。はい。今年3度目、そして徳山では1年3ヶ月ぶりの優勝がかかります。では最後にファンの皆様へ一言お願いします。はい。気合入れて優勝目指します。優勝戦2号艇竹重選手です。おはようございます。はい、おはようございます。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。2連対率は全体を通しても2番目の高さのモーターです。現状の船足というのはこの勝率通りと見てよろしいですか。そうですね、はい、エンジンはいいと思うんで、はい、あとはもうちょっと回転を合わせるぐらいですかね。その回転を合わせる作業というのは今節は主にプロペラですか。もうプロペラだけ中心にやってます。それもじゃあシリーズ通してはまずうまくはいってる方かなという評価でいいんですかね。そうですね、うまくいってるんですけど、昨日ちょっと準優勝戦はちょっと回転が合ってなかったので、またそこだけ回転だけ合わせてうまく合えばいいなと思ってます。じゃあ今日の作業はじゃあそのあたりということで、はい、もうプロペラだけ、はい、やります。はい、スタートに関しては今節見え方どうでしょうか。そうですね、見え方は合ってると思うんですけど、ちょっと風が不安定でちょっと思い切ってきてないんですけど、今日はしっかりいきたいと思います。2号艇です。勝つためにどういうレース心がけていきましょうか。はい、そうですね、インの柳生君にプレッシャーを与えるように、スタートはいける範囲でいきたいと思います。今季はここまで勝率7点近く残していらっしゃいますが、非常に流れはいいんじゃないですか。はい、そうですね、はい、流れはいいんで今日頑張りたいですね。では自身2度目徳山初 V がかかります。最後にその意気込みを一言お願いします。はい、優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。優勝戦3号艇谷村選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。地元支部の大先輩が前回使用していた72号機なんですけれども、この船足のいいところを教えていただけますか。そうですね、今はバランス取れて、操縦性がいいですね。はい、今はということはちょっと序盤はあんまりいいような感じはしないというか少し伸びに、偏ってて、ちょっと自分の乗り方に合ってなかったので、プロペラを少し叩きました。はい、そのプロペラがうまくいってるかなというような評価でよろしいですか。そうですね、5日目までは、はい、しっかり合わせれたと思います。優勝戦まで時間がありますが、作業というのは今日どのようなあたりをお考えですか。そうですね、4日目、5日目の台風の影響でプロペラがだいぶいつもと違う形になっているので、それをいつもの徳山の感じにして、はい、試運転してみたいと思います。スタートに関してはいかがでしょう。少し行き足が重たいので、スリートまでのスピードの乗りが、少し悪くてタイミングが遅くなってます。はい、3号艇です。レースのイメージどのように描いていらっしゃいますか。3コースからしっかりスタートいって、プレッシャーかけれたらいいなと思ってます。徳山今年 V2、 そして今年3度目の優勝がかかります。最後にファンの皆様に向けて一言お願いします。はい、気合い入れて走ります。応援してください。優勝戦4号艇中村選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。地元の先輩が前回優勝した39号機なんですけれども、このエンジン今いいところ長所教えていただけますか。自分好みの乗り心地、あと出足関係になってきていると思います。伸びに関してはどうですか。本当 A 付きクラスの人にやられるぐらいですね。はい、調整面今日はまだ時間ありますが、はい、どうしましょうか。昨日までとはちょっとコンディションも変わってるので、しっかり朝から乗って完璧な状態でレース行きたいですね。シリーズを通してその調整というのはうまくいっていると見ていいですか？2日目までは前日三島さんのベースで行かせていただいたんですけれども、自分にはちょっと乗りこなすことができなかったんで、3日目からちょっと大幅にプロペラを叩いていい方向に行ってると思ってます。スタートに関しては今節どうでしょう？やっぱり独特な見え方というか、非常に難しいレース場なんで気をつけてはいってます。4号艇です。レースのイメージどのように描いていらっしゃいますか？もうしっかり、昨日までの乗り心地と行き足関係というか出足含め、バランス取れた状態で臨めたらきっとチャンスはあるんで、しっかりチャンスを作れるだけのスタートも行きたいと思ってます。たった1人の遠征勢ですがチャンスをじゃあ生かしたいですね、ここはね。そうですね、こういう状況の方がちょっと自分としても楽しみがあるんで、自分に期待したいですね。ではその意気込みをじゃあもう一言お願いします。娘の誕生日が近いのと、いつも家庭を守ってくれている妻のために、今回は最高の結果で帰りたいと思います。応援よろしくお願いします。優勝戦5号艇清水選手です。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ここまでシリーズ通して4勝の活躍です。このエンジンの今のいいところというのを教えていただけますか？回り足出足系がいいと思います。どうでしょう、それは序盤から感じていたものですか？はい、最初から良かったと思います。今シリーズ調整面、気候もコロコロ変わったりというところでしたが、何か調整した部分というのはありますか？いや、プロペラだけやってます。それがじゃあうまくいってるということで。そうですね、はい、はい、今日時間があります。優勝戦に向けて作業はどうしましょうか？何もせずいくと思います。5号艇です。レースのイメージ今どのように描いていらっしゃいますか？もう伸びがあった方がいいんですけど、展開つける足はあると思いますので頑張りたいです。スタート、昨日は前半タッチスタートもありましたが、シリーズ通しての勘というのはどうですか？もともとスタート遅いんですけど、今節は頑張っていってます。相手は5人ですが、特に1号艇はお弟子さんですからそうですね、師匠としての威厳を見せたいですね。柳生君が優勝してくれたら、それで嬉しいですけど、僕も頑張りたいです。はい、ではその意気込みを最後に一言お願いします。ここ来る前に奥さんに優勝してこいって言われたんで頑張ります。優勝戦6号艇原田選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。かなり今節は調整面いろいろと苦労してきましたね。そうですね、エンジンがなかなかね、言うこと聞いてくれなくて苦労しました。その言うこと聞いてない相棒ですが、今のところの船足の状態というのはどうなんでしょう？そうです、最低レベルは出したとは思うんですけど、バランスが取れて中堅、よく言って中堅ですね。まだ優勝戦まで時間あります。この6枠という枠番を加味しながら今日の調整というのはどうしましょうかね？そうですね、5日間精一杯やってこれなんで、もう1日、気圧も上がっているのでプロペラ調整に専念したいと思います。スタートに関しては今節見え方というのはいかがですか？ぼちぼち、一本持ちなんでね、早いのはちょっといけないですけど、自分の感動量はいってます。6号艇です。コース取り含めてレースのイメージどのように今描いていらっしゃいますか？そうです、ピット離れがね、2つぐらい出ればうちが狙っていきたいと思います。この後は大舞台も控えます。そして自身も2019年12月以来の優勝がかかっています。最後に意気込みを一言お願いします。はい、地元なんでね、しっかり走りたいと思います。応援よろしくお願いします。